恩蓮島とは、伊豆諸島に属する、無人島。神津島の西南西にあり、大きい二つの岩礁とそのほか多数の、昭岩将軍とからなり総称して、恩蓮島という。大きい二島のうち、北東側の島の南面には、恩蓮神社が鎮座する。神津島からは、遊漁船で、約20分の位置にある。足利島の別名もあり、 かつては、日本アシカの生息地の一つであった。周辺は、潮流が早く工業場となっている。漁師が死刑にあった時はこの島に避難して、神津島に、気境の思いを馳せていたことからこの島の名前がついたと、される。その他、古くから黒曜石を産する。冠海スズメの生息地として著名である。1991年頃に富士テレビの深夜番組、一応八で、 ロケ地となったことがある。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成、角川日本地名大辞典編纂委員会、角川日本地名大辞典十三、東京都、角川書店、九百七十八年、i s b n 四十億四千一万千三百九、地質各説音ン瀬等、産業技術総合研究所地質調査、 総合センターホームページ。2014年6月24日閲覧。AB、神津島全域名所、史跡ガイド。神津島観光協会。2017年1月7日閲覧。東京湾に浮かぶ、無人島、落ッ島とは別。神津島全域名所、史跡マップ。神津島村ホームページ。2014年6月24日閲覧。杉原茂雄、段。 原通る、東京都神津島、恩波瀬さ山国曜石と砂ぬか崎さん山国石のフィッショントラック年代、2008年3月31日、一瞬1342から094日、富士箱根伊豆国立公園指定所及び公園、計画書、環境省ホームページ、2014年6月24日閲覧、ありがとうございます。